アルパレフレックス 6C アルパは、スイスボーューのバレーグで1918年に創業した、時計部品メーカーアピニョンが、ジャック・ボゴポルスキー設計のボルカアイを原型に1944年から製造した 24-36mm 範囲一眼、レフカメラ。日本には、アメリカの代理店カールハイツ経由で少数入っていたが、1970年代前半頃、 リーベルマヌエルシュリーが日本の正規代理店となった。しかし1976年のカタログによると、アルパ1 1 l にマクロスイター 50mmF1.9、革ケース付きで45万円と極めて高価であり、販売台数は極小数に止まった。1983年頃から生産を縮小し、徐々に受注生産に切り替えた。 ピニョンの出荷記録は1989年で終わっているが、その後も残ったパーツで、アルパ11市の受注生産はおそらく1992年頃まで受けていた。その後ピニョンは本業であった精密歯車と精密部品の製造に戻ったが、1996年、カパウルベイバーが商標を買って、中盤カメラを製造。 2007年3月22日より、マミアデジタルイメージングが日本販売代理店となっている。現在は製造されていない。製造台数はすべてのモデルを合わせても4万2千台ほどである。初期モデルボディピニオンが販売を開始した、当初の故障は単にアルパレフレックスで4が出てから、それまでの製品が i、2、3に分類された。 そのため分類は公式のものでなく、アルパプリズマレフレックスを3とすることに異論はないが、アイト2の分類は人によってまちまちである。初期モデル用レンズレンズマウントは、アルネア4以降と互換性なし。望遠レンズは、ハム用ヘリコイド、エクステンスセルを使用する製品が多い。アルパアルネア、アルパレフレックスボディアルパはもともと、ジャック・ボゴポルスキー設計であるが、 ここからはピニョン独自のカメラである。アルミダイキャストを採用し、レンズマウントを変更するなど、完全に新設計となった。当初アルパールネア名だったが1956年にアルパレフレックスに名称変更された。シャッターボタンは正面にあり、自動絞りは外部連動式。レンズについたシャッターボタンを押すと絞り込まれて、ボディのシャッターボタンも押される。 アルパレフレックス B 型ボディミラーがクイックリターンとなって振動レンズは使用不可能となった。フィルム巻きが純巻きから逆巻きに変更された。初期にはノブ巻き上げだったが普通と逆に時計回りにレバーを動かす巻き上げレバーを装備。レバーは当初透明プラスチックだったが後にアルミニウム製に変更され、その後曲がった形状に変更された。アルネアを クイックリターンミラー式に純正改造したもの、さらには完全に B 型改造し、シリアルナンバーのプレートまで B 型になっている個体も多数存在する。新世代、アルパボディアルネア独特の丸っこい斜め45度ファインダーと、決別、角型のアイレベルファインダーとなった。フィルムの巻き戻しはノブから、パンタグラフ式クランクに変更されている。アルパレフレックスだった名称は、 アルパ十 d から単にアルパとなった。アルパアルニア四からアルパ十一使用レンズレンズマウントはアルパ四4以降アルパ十一市まで共通であり、一般にアルパマウントといえばこれを指す。アタッチメントはレンズの枠を板バネで挟む独特のもので、大きさは外径四十二ミリメートル内径三十八ミリメートルの A、外径五十二ミリメートル内径四十八 ミリメートルの B、外径67ミリメートル内径58ミリメートルの D の3タイプがある。望遠レンズは、ハム用ヘリコイド、エクステンソンを使用する製品が多い。アルパールニア4からアルパ11使用、レンズアダプターこのシリーズは、フランジバックが38ミリメートルと極めて短いのが特徴で、純正マウントアダプターを介してたマウントのレンズを使用できた。 純正アダプターは以下が知られる。距離系連動モデルの場合オートニバグなどアダプターの種類により連動ピンと干渉して外れなくなるので使用できない。逆にアルパマウントのレンズを他のカメラに装着できるアダプターもある。日本製知能アルパボディ日本製知能アルパ用レンズ搭載してしばらくした後カッパウルベバーがブランドを買い取って広角専用の中盤カメラを製造している。 アルパロとアルパ12シリーズ用途に合わせてシステムを組むシステムカメラ。デジタルバックの選択も可能。アルパ12シリーズ専用レンズ自社ブランドとして、シュナイダークロイツナッハ製として、ローデンストック製として、アルパ12シリーズに使える、レンズシュナイダークロイツナッハ製として、ローデンストック製として、ありがとうございます。